JSL Substitution Drills Lesson 24 Section A Drill A アパートを借りるでしょいえ、やっぱり借りないことにしました。着物を着ないでしょいえ、やっぱり着ることにしました。アルバイト やめないでしょいえ、やっぱりやめることにしました。大田くん、起こすでしょいえ、やっぱり起こさないことにしました。出前、注文するでしょいえ、やっぱり注文しないことにしました。 学校を諦めないでしょいえ、やっぱり諦めることにしました。これ、払わないでしょいえ、やっぱり払うことにしました。それ、着替えるでしょいえ、やっぱり着替えないことにしました。 冬までここに残るんだってうん残ることになってね新しい事務所を探すんだってうん探すことになってねあの辺に住むんだって すむことになってね。半分残すんだって。うん、残すことになってね。フォーマルな服着るんだって。うん、着ることになってね。仕事を変えるんだって。 うん変えることになってね部長に全部回すんだってうん回すことになってねこちらでは家を借りるんですかアパートを借りるんですか アパートを借りることになりました。出前は、嬢を頼むんですか特上を頼むんですか特上を頼むことになりました。服は、フォーマルなものを着るんですか楽なものを着るんですか楽なものを着ることになりました。 春はここで仕事をするんですか旅行をするんですか旅行をすることになりました。このテーブル、向こうに持っていくんですかここに置いておくんですかここに置いておくことになりました。 何か探してるんですかい,いえ、別に何も探してませんけど。誰か待ってるんですかい,いえ、別に誰も待ってませんけど。 どちらか必要なんですかいえ、別にどちらも必要じゃありませんけど。どれか残ってるんですかいえ、別にどれも残ってませんけど。何か気にしてるんですか いえ、別に何も気にしてませんけど。どこかへ出かけるんですかいえ、別にどこへも出かけませんけど。誰か困るんですかいえ、別に誰も困りませんけど。 そのためには日本語の上手な人がいりませんかええー、今誰か日本語の上手な人を探してるんですがねそのためには窓の大きな事務所がいりませんかええー、今どこか窓の大きな事務所を探してるんですがね そのためには内容の面白い番組がいりませんかええ、今どれか内容の面白い番組を探してるんですがね。そのためにはみんなの暇な時間がいりませんかええ、今いつかみんなの暇な時間を探してるんですがね。 そのためには着物の似合う女性がいりませんかええ、今誰か着物の似合う女性を探してるんですがね。そのためには買い物の便利なアパートがいりませんかええ、今どこか買い物の便利なアパートを探してるんですがね。 あの店開いてるんですかね、ええ。え本当はそんなはずないんですけど、開いてるみたいですねコンタクトレンズ入れてるんですかね、ええ。え本当はそんなはずないんですけど、入れてるみたいですね 誰かいるんですかねええ、本当はそんなはずないんですけど、いるみたいですね。みんなに喋っちゃったんですかねええ、本当はそんなはずないんですけど、喋っちゃったみたいですね。この魚焼くんですかね ええ、本当はそんなはずないんですけど、役みたいですね。山口くん出かけてるんですかねええ、本当はそんなはずないんですけど、出かけてるみたいですね。雪降ってきたんですかねええ、本当はそんなはずないんですけど、 降ってきたみたいですね。Drill G 彼女、看護婦かなうん、看護婦みたいね。あの人、仕事諦めたかなうん、諦めたみたいね。あのセーター、分厚いかな うん、分厚いみたいね。お母さん、心配してるかなうん、心配してるみたいね。カバン、軽いかなうん、軽いみたいね。仕事、楽かなうん、楽みたいね。 あの辺不便かなうん、不便みたいね。あの子丈夫かなうん、丈夫みたいね。Drill H おとといの公演は良かったそうですね。 ああ、良かったようですね。私は言ってないんですが。先週の芝居はひどかったそうですね。ああ、ひどかったようですね。私は言ってないんですが。この間のパーティーはフォーマルだったそうですね。ああ、フォーマルだったようですね。 私は行ってないんですが。月曜の授業は大勢来たそうですね。ああ、大勢来たようですね。私は行ってないんですが。去年のツアーはダメだったそうですね。ああ、ダメだったようですね。 私は言ってないんですが。その地震、ひどかったいや、ひどいようだったけど、本当はひどくなかったんだって。あの話し方、早かったいや、早いようだったけど、 本当は早くなかったんだって。その仕事無理だったいや、無理なようだったけど、本当は無理じゃなかったんだって。あの先生つまらなかったいや、つまらないようだったけど、本当はつまらなくなかったんだって。 あの人気をつけてたいや、気をつけてるようだったけど、本当は気をつけてなかったんだって。野菜残ってたいや、残ってるようだったけど、本当は残ってなかったんだって。あの人、詳しかったいや、詳しいようだったけど、 本当は詳しくなかったんだって彼慌ててたいや慌ててるようだったけど本当は慌ててなかったんだってこの時計直した方がいいんじゃありませんかそうですね。 じゃあ、誰か暇な人に直すように頼みましょうこの手紙、今書いた方がいいんじゃありませんかそうですねじゃあ誰か暇な人に書くように頼みましょうこの言葉、教えた方がいいんじゃありませんかそうですね じゃあ、誰か暇な人に教えるように頼みましょう。ここ、片付けておいた方がいいんじゃありませんかそうですね。じゃあ、誰か暇な人に片付けておくように頼みましょう。代わりの人、探した方がいいんじゃありませんか そうですね。じゃあ、誰か暇な人に探すように頼みましょう。この着物と帯、早く届けた方がいいんじゃありませんかそうですね。じゃあ、誰か暇な人に早く届けるように頼みましょう。住むところ、 見つけておいた方がいいんじゃありませんかそうですね。じゃあ誰か暇な人に見つけておくように頼みましょう。K この会社の電話番号を探してもらいたいんですが。あ、じゃあ秘書に探すように言いますから。 例の団地への行き方を書いてもらいたいんですが。あ、じゃあ秘書に書くように言いますから。誰かにしばらくここに残っててもらいたいんですが。あ、じゃあ秘書に残ってるように言いますから。朝早く起こしてもらいたいんですが。 あじゃあ秘書に起こすように言いますから。会議のことを連絡してもらいたいんですが。あじゃあ秘書に連絡するように言いますから。例のマンションの値段を聞いてもらいたいんですが。あ、 じゃあ、秘書に聞くように言いますから。Drill L 日本語、よく使いますそうですね。まあ、なるべく使うようにしてるんですけど。テニス、よく練習しますそうですね。まあ、なるべく練習するようにしてるんですけど。 図書館、よく寄りますそうですね。まあ、なるべく寄るようにしてるんですけど。コンパ、よく出ますそうですね。まあ、なるべく出るようにしてるんですけど。特急、よく乗ります そうですね。まあ、なるべく乗るようにしてるんですけど。ここ、よく片付けますそうですね。まあ、なるべく片付けるようにしてるんですけど。野菜、よく食べますそうですね。 まあ、なるべく食べるようにしてるんですけど M 時々遅れるみたいですねええー、なるべく遅れないようにしてるんですけどやっぱりね。 時々間違えるみたいですね。ええー、なるべく間違えないようにしてるんですけど、やっぱりね。時々がっかりするみたいですね。ええー、なるべくがっかりしないようにしてるんですけど、やっぱりね。 時々忘れるみたいですね。ええ、なるべく忘れないようにしてるんですけど、やっぱりね。時々喋りすぎるみたいですね。ええ、なるべく喋りすぎないようにしてるんですけど、やっぱりね。 時々食べすぎるみたいですね。ええー、なるべく食べすぎないようにしてるんですけど、やっぱりね。また練習してるんですかええー、早く上手になるように、毎日練習してるんです。 またテープを聞いてるんですかええ、早く上手になるように毎日聞いてるんです。また教えてもらってるんですかええ、早く上手になるように毎日教えてもらってるんです。また本を見てるんですか ええ、早く上手になるように、毎日見てるんです。また授業に出てるんですかええ、早く上手になるように、毎日出てるんです。また教科書を読んでるんですかええ、早く上手になるように、毎日読んでるんです。 あの学生、よくわかりますね。ええ、少しはわかるようになりましたね。前は全然わからなかったんですけどね。彼女、よく喋りますね。ええ、少しは喋しるようになりましたね。 前は全然喋らなかったんですけどね。茶色、よく似合いますね。ええー、少しは似合うようになりましたね。前は全然似合わなかったんですけどね。彼、よく役に立ちますね。ええー、 少しは役に立つようになりましたね。前は全然役に立たなかったんですけどね。ご主人、よく助けてくれますね。ええー、少しは助けてくれるようになりましたね。前は全然助けてくれなかったんですけどね。コンピューター、よく使いますね。 ええー、少しは使うようになりましたね前は全然使わなかったんですけどね